キルデビルヒル町内、キルデビルヒルズはアメリカ合衆国ノースカロライナ州デア軍の人口6800人の町である。ライト兄弟が初めての動力飛行を成功させた土地として有名。初飛行の記念のために国立のライト兄弟メモリアルが建設されており、これに隣接してファーストフライト空港が一般航空用に設置されている。 キルデビルヒルズの名前は、ラムシュが悪魔を殺すほど強い酒というところから由来した。ラムシュの輸送船舶が難破した際に、当時の住民が酒を砂丘の裏に隠したことから、名前として定着したという。メモリアルの中のライト兄弟記念碑等が建てられている丘は、ライト兄弟がグライダー飛行実験を行った場所で、キルデビルヒル、または、 ビッグキルデビルヒルと呼ばれた南西に移動中の大砂丘であったが陸軍が記念碑建設のため植栽を施して砂の移動を止めたため現在は草に覆われた丘であるライト兄弟の1903年の初飛行当時は最寄りの集落が 4km ほど北のキティホークだけだったため現在でも初飛行地としてキティホークの名称が用いられることが多いが現在では キルデビルヒルズが商店、ホテル、住宅が建つ街となったため、キティホークと景観上分離している。ライト兄弟メモリアルは住宅開発に囲まれつつある。キティホークとキルデビルヒルズへの US158 道の道路標識ライト兄弟は、気象観測のデータを参照して、デートンからハルバルェンの旅行をしてきて、飛行実験を行っていた。 動力発飛行は強風に向かって北方向へ行われている。初回の当地訪問時は事前紹介によりキティホークの郵便局長宅に一旦投留した。また当地のテント住まいの飛行実験の手伝いに郵便局長の家族を頼んだりしている。観光地としては南北の周辺の大西洋に面した海岸が一括してアウターバンクスと呼ばれており、 ヨーロッパとの交易船のために発達した灯台を巡るドライブが人気である。人口の多い北の都市からのレジャー地、別荘地としての経済活動が盛んである。周辺海域には沈船も多い。ありがとうございます。